はーい、陽介です。ソロショーやっていきましょうか。はい、ピンポンピンポーン。さあ行きましょうか。ソロショードアダッシュスキンで行きますよ。スタート。本日もね、クラウン稼いでいきたいなと思います。もう全部勝ちに行きますよ。ハンマーです。ワンツースリーフォーで行きましょう。オッケー。フォーで行ってね、これ半分ぐらいまで行きますから、あとはこうピョンってしながら走っていけばオッケー。これジャンプ連打したらね、なんかあの入れたりすんねんけどな、ビヨーンって。なかなかトランプに反応してくれないからね。ほい、行きましょう。とりあえずまず1位、これでフィールドですね。ジャンプクラブのボー一本、ピンポンピンポーン。さあ行きましょうか。ジャンプクラブの棒一本ですね。何名のエンターテイメントなんでしょう。6名のエンターテイメントということは、これで決勝進出かな。お、喧嘩してるよ。大丈夫か、ワニさん。ワニさんとパイナップル背負ってたんですかね。すげえな、なんかパイナップルあんねや、これ。ドーナツ背負ってるさんはね、見たことあるんですけど、パイナップル背負ってるさんは初めて見たな。新しいスキンですかね、この方。お、しかも踊ってはる。元気やね。いろんな方に絡みつこうという考えですよね。ふっ、座ります。あ、スポンジボブ手振ってくれてる。気づいたか、俺の存在に。危ない。ふっ、おーい、スポンジボブ。凌介ゲームズ気づきましたかね。せーの、ほう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 。あ、やっぱ気づいてくれてるわ、スポンジボブ。はい、さあ白熊さん掴み合ってたな。今危ないぞ、誰も落ちひんからね。なかなかレベル高いんじゃない。おい、さあパイナップル背負ってるさん、お役ごめんかな。お役ごめんですね。ようやった。ジャンピングアウトヘッドで調整して、さらに生つまみ仕掛けるか。誰か、いや逃げた方がいいな、逃げた方がいい。ほい、あと一人、あと一人、誰か。ワクワク抽選会です。オッケー、これでいるぞ。パイプドリームです。つくずんパン、つくずんパン、ピンポンピンポーン。さあこれは多分7名のやつやな。7名に入らなければエンターテイメント確定です。行きましょう。さあレースやね、レース急ごう。真ん中出たの下がってからゴーですよ。で真ん中出たの下がってからゴー。おっしゃ、来た。さあ4番手あたりで入線してきましたね。そして左は、おっと、なんか他の人間にぶつかったか。今勢いがなくなったね。これちょっとプッチョに跳ねのけられて、エンターテイメント場外は嫌やから。オッケー、行きましたね。そしてここから左、もう一度いいですね。円滑に回ってきてるね。これかなりいい時計が出るんじゃないでしょうか。はい、ヘッドでさらには飛び込んでいくと。これは手前出ろ、手前出た、早い、いいね。マリさんが早いか。でこの間失礼しましょうか。間に失礼して、はい、背中押してもらおう。勇気つけていただいて、で今シーソーがこっち傾きそうなんで、こっちと。オッケー、ワニさん掴まないでね。せーの、オッケー、間に合わせていく。ワニの掴みを警戒して、ここは2つに分かれましょう。そして生走りという概念ありますからね、これね。生で走っていけばもう通れてしまうというね。お、ちょっと掴かったか、どうでしょうか。クオリティー決勝戦、クラーケンスラムですね。クラーケンの食性避けよう。さあ、7名でのクラーケン、まあ、全員つまみ出しましょうか。スタート。さあ、まずはそこの、スッタチペリカンから狙おうか。スッタチペリカン、失礼します。ポコン。うわー、エンタメならへんねや。逃げていかなかったな。ほんなら他狙おうか。他、向こうのウルトラマン狙います。さあ、ウルトラマン、俺来たけど、どう抵抗する、これ。あ、手振って抵抗か、なるほど。面白いやつもおるもんやな。お、猫、うわー、これ危ない。白熊掴み合うぞ、これ。せーの、かわしていく。ここチャンスかな。オッケー。うわー、白熊と被ってもうた。先に決着つけるか。ふっ。これ、掴み落とされるもんな。ウルトラマン、危ないぞ。クマさん、せーの。で、ちょっと一旦、サイドチェンジ。いや、ウルトラマン、これの人、長くしてくれそうだし。ここに座るわ。やばい、お手で出たぞ。お手で出たぞ、ウルトラマン。ほい、緑に引っ越そうか。緑狙おう。緑のここら辺狙おうか。ほい、はい、危ない。うわー、危ない。あー、あいつ滑り落ちてったぞ、クマさん。ふっ、走り回る、打ちます。オッケー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 。走り回る、よし、これ耐久しようか。一旦休憩、せーの、ポコン。オッケー、これなら当たらない線からね。あー、やばい、両手出ちゃった。せーの、ポンポン。うわー、生ぐらいか。まあ、ここは冷静に受け身を取って、次どこや、向こう行こうか、ウルトラマン行こうか。うわっ、連敗やめて、連敗やめてな。うっ、せーの、かわして、ウルトラマン助けて。おっ、どうしよう、ウルトラマン手振ってるね。もう一人どこやろ、まだもう一人どっかおんのやろ。姿、あー、おったおった、奥の方黄色に居座ってるわ、猫耳さん。どうしよう、これ難しいな、立ち回りが。俺勝てる気せえへんねんけど。しばらく休憩や、ゲーム動かへんねや。
こっからやね、発表されるぞ。休憩するか。やばい、発表されたぞ。ふっ、青がアンチ。よいしょ。ふっ、せーの。危ない、お手手が危ない。これはもうかぶせに行った方がいいかも。ふっ、ワッツースリー、ワッツースリー。よしよし、やばい、お前も向くんかい。ふっふっ、せーの、オッケー、いいよ。向こう向いたな。せーの、ポンポン。はい、いいですよ。ここで耐久しよう。はいはい、いいよ。ジャンプのタイミングバッチリ。さあ移動しましょう。ふっ、お手手がどこも出てるか。緑セーフか。緑いきます。そしてこっち、危ない。ここで行こう、ここで行こう。なかなかすごい戦いやな、楽空剣。あいつが狙われてるから俺安全やな、これ。これ俺安全地帯ちゃう、これ。ほら来た、無限耐久や。気づいたか。ふっ、気づかれたな完全に。うわー、もう一お手で出てきた。はい、移動しましょう。ふっ、うわ、危ねえ。うへい、よいしょ。もうそろそろスマホ申し込むしかないぞ。逃がすか。スモ、うわ、届かへんか。待ちなさい。うわー、もう何がエンターテイメントじゃ。さあ尻尾にですね、ラスト40秒からやっていきたいと思います。これクリアすれば決勝進出やと思いますんでね、行きましょう。ここでエンターテイメントはほんま勘弁。決勝進出すれば俺ほぼ勝てると思ってますんでね、かなり決勝の決め手ありますから。さあスポンジボブ、そしてスキーの方、よく見ながら。8の方来ましたね、8さんゴーグルさん。逃げましょう。スポンジボムを縦にします。よし、今のところここら辺狙われてないね。ええ感じや。さあ、あと16秒、17秒、15秒といったところになってきますが、スポンジボブさん、大丈夫か。お手打ってる。ほう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 。さあ、あと7秒か。バレなければ大丈夫。スポンジボブを縦に。うわー、びっくりした。スポンジボブやな。オッケー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 。決勝戦、ローログですね。あー、ピンポンピンポーン。さあ、行きましょうか。ロールオフ。7名でのロールオフですね。行きましょうか。さあ、全員生つまみか、それとも手振ってくるんでしょうか。生つまみ狙いましょうか。今んとこ狙えそうな人間はいないか。いないね。パターンも覚えつつやけど、まあ、初手はね、どんどん仕掛けて。うわ、今回大穴ある。ほら、ここ。大穴プランは難しいぞ。終盤マジできついからな。みんな落ちるんちゃうか、これ。生つまみ、生つまみ。おっとっとっと、俺が落ちるわ。あんなにあれか。もうちょい体幹突っ張ってくれへんと俺が落ちてまうやろが。ふっ、生つまみ、生つも、生つまみ、生つも。うわ、あー、耐えたか。うまいな、このハットさん。あ、この方、手振ってくれた人ですね。スポンジボブの方ね。ですが、もう要せせへんからね。ハチさん狙います。ハチさん、ゴーグルさんを生つまみ、生つもです。嫌がってるな。さらにここでハットさん狙います。ハットさん押し込み、向こう側へも押し込んでいく。落ちたやろあいつ。さらに生つまみ、いけ、あかんか。ふっ、いけ、帽子込み。ゴーグル、ゴーグル、帽子じゃなくてゴーグルね。はい、スポンジボブ、生ズボミ、生ズボ、失礼します。よいしょ、手振ってくれとったけどな。もうごめんな、ここは心鬼にして落とさせてもらうで。黄色の人めっちゃ掴んでんな、あの ハンドバングの人。全然入れてないけど、パンクバンド言うんですかね、腕輪の人ね。生ズボミ、生ズボミ、カウンター。ふっ、生ズボミ、生ズボ、あかんな、危ない。よし、あいつ終わったやろ。え、ゴーグル耐えんの今の。うわー、蜂に掴まれてんな。これは激しくなった。ふっ、よっしゃ、いけ、よっしゃ、でかい、胸ぐら掴んだ。でかい、今の一手はね、かわせないですよ。こっからちょっと耐久いこう、パターン覚えます。1回のみ、青いこうか。これパターンはね、大体青も1回しかジャンプできんから、ノージャンプから大穴やね。大穴から渡って、で、この後ジャンプできないか。じゃ、安全地帯経由で戻す。でジャンプできるけど、危ないな。ジャンプ、ジャンプ、オッケー。で、こっから長いとこ来るね。さあ、あとはこのスポンジボブとの、やはりこの2頭どうなるんでしょうか。で、一回ジャンプは、ジャンプせず渡すか。渡して、耐久やね、ここ。耐久してからこれでいけるんで、よっしゃ。あ、いけるか、あいつ。で、ここも行かれんのか。安全した、いや、もうここでいいや。で、そのまま渡り込んで、オッケー。あ、ちょっとつかみ狙ってんな、この人な。ほら、つかみ狙ってんな。めっちゃ伸びてるやん、そのスポンジが。で、これ青の方がいいですね。青いっといて、で、一回ジャンプすると見せかけしない。で、渡し込んで、まだやで、まだやで、まだやで、それ早いで、それ早い。オッケー。
やりましたね、ロールオフ優勝ありがとうございます。安定してましたね。さあ尻尾にマッチングしますね。手振ってくれてる方いますからね、このハットさん手振ってくれてます。さあ行きましょうか、ラスト43秒。この方も手振ってくれてますね、よろしくお願いします。さあ40秒からスタート。まずは尻尾を奪って逃げていきます。さあ先行争い、まずはどこに逃げていくかといったところ、ほい、こっち行こうか。真ん中の人多いですからね、今回の尻尾には。こっからまあ周り見てこの辺で耐久しようか。いった椅子はって来たな、人が来たらもう逃げていくと。この猫さんと一緒の位置、あウルトラマンに奪われる、うわウルトラマンに奪われたな。真ん中の人狙うか、やばい時間がない。いやただ大外回ってくる、うわー他の人間掴まれたか。タックル、よしタックルであと10秒、いいところで奪った。逃げます、インコース、インコースぐるぐる戦法で外逃げよう、外逃げよう、よしそれと尻尾持ってるから大丈夫、オッケーこれでいいぞ。行きましょうか、フルーツパニック何名受かるかな。さあどう、11名かってことは、まあこれで決勝進出、リングの呪いとかも考えられるね。3、4、オッケー、いい感じ、半分まで飛んでと。はいはい、誰か完成してくれてんな。尻尾に落ちた人があれかな、陽介ゲームって気づいたのかもしれませんね。ありがとうございます、優勝を見せてあげましょう、完成の方にね。どうやって勝つかをね見せましょう。さあ1着争いですが、さすがに伸びないか。さあ再びパイプドリームですね、これでは決勝進出の切符ですよね。まあジャンプクラブとかね、パイプドリームとかって最後の方に出てくるもんね、それで切符戦、切符戦ですからね。決勝進出の切符が7名に配布されるというゲームですからね。さあこれは左行きましょう、上空からほい、プッチョに跳ねられないように。水風船はねまだ当たっても仕方ないですけど、プッチョに当たるとね場外ホームランありえるんで怖いのよ。 OK でここから左ルートですかね、トランポリン、ここしっかりとジャンピング打ち込んで、ハンマー当たらないタイミングでしっかり入って込んでいきましょう。感染が2名ですね、なかなかあれですね、バレてるな俺っていうことが動画に出れるんちゃうかという感じかもしれませんね。ほい、そしてポイント、 OK、 俺の立ち回りをねこの2名の感染者の方に見せましょう。これは傾けてここで待つか、ほい、で今傾いたとこなんで当然直接行けますが、掴み警戒して後ろから入りましょう。オッケー、これで確定圏内入ったね。で混んでないとこから行こう、道空いてるとこ選んで一直線上で飛び込んでしまえば、そのまま気持ちよくクオリティフィールドの世界へ行きましょう。ジャンプショーダウンの風なし部門だ、ピンポンピンポーン、行きましょうか、ジャンプショーダウンですね、スタート。7名でのジャンショー、さあメンバーズ見に行こうか。さあワニーさんまず遊んでるぞ、大丈夫か、起こしてあげよう、あいつ大丈夫か、起き上がったみたいですね。うわ強そう、このスキンは強そうじゃない、バージャンプで遊んでるもんな。こういう黒いヘッドホン、狼尻尾とかね、かなりこだわりがあるギアというかスキン、こういう方強いですからね。まずはこの黄色い方がワニを掴んでるというデータが取れたんで、黄色い方警戒ね。こっからみんな渡っていくところを俺蓋するわ。はい、うわこれどっちや、うわーこれ2分の1になってもうたやばい、これまずいぞ、向こう側入れろ、こっちか、ここまでやぞ俺ら、終わってまう、嫌だ、あよかった向こう揺れたわ、危ねえ、なんとか耐えたな、こっち揺れて全滅の可能性あったけど耐えた。でこっちちょっと人口密度高いからな、生つまみされて終わるわ、ほい生つまみ警戒で、はい、うわー厳しいこれ、はい、やり合わへんのか、あやってくれてる、やってくれてる、その金の人がやってくれるはず、俺狙ってくる可能性もあるから一応カウンター警戒でこうしとこう、いや来たらくるやるぞと、カウンター用意、はい、向こう側ね、あの初音ミクのリュックサックの人が一人残っちゃってるからね、こっちでやり合っても結局耐久やからな。あほらこの人も手振ってさ、どうせ意味ないぞということで、じゃあ俺もそうしよう、そうしようそうしよう、手振ろう、ここはもう仲良く行こうぜ、ほい、ここはもうね、同盟ですよね、もうだってやり合っても意味ないもん、俺らが相打ちしたらあいつが優勝するだけやから、ほい、いいよ、やはりこの方上手い人やったな、明らかにスキンがねこだわりあるでしょこれ、ヘッドホンとさ狼尻尾さんを使うってこれかなりね、あの自信持ってスキン組んでると思うんですよね。さこれを見てどうする、狼あいつ落ちたけどどうする、これを見て俺らの同盟が解除されるのか、いや解除されなさそうやな、別に5分待機でもええで、はい、うわー怖いな、でも急に仕掛けられたらもう人間不死になっちゃう、
ほい、怪しいのな動きが。いや抱きつかれたらもう終わりやな。はい、前へ出て、ここまあこのインコース入っとったら大丈夫か。はい、せーの、ほい、おっしゃー、勝手にどっか行ってくれたわ。やりましたね、ありがとうございます。いやタイムです。つくずんぱんつくずんぱん、ピンポンピンポーン。え、嘘、あ、天正殿おる。今金のペンギン見えた瞬間さ、天正殿ちゃうかと思ったら、ほんまに天正殿や。この方はずっとやってんちゃうか、多分。天正殿すごいな、もうずっと毎日やってはるね、多分。さあここでしっかり耐久入れていきましょう。いいですよ、天正殿との決勝対決楽しみですね。絶妙調整、いやーダックル入ってしまうか、惜しいな。結構耐久してんけどな。あ、天正殿おるな今。ほら天正殿おった。でこれもう一回いきます、もう一回ここ行って絶妙調整、ここ、よし抜けた。あとはもうこれ走りまくれる、あ、いける。きた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 、圏内圏内圏内、オッケー、これでいいぞ。さあ天正殿いるんでね、手振ってみましょうか。天正殿、おーい、天正殿、あ、気づいてくれた。あ、天正殿ですね、気づいてくれました。何回もマッチングしてますからね、この方ね、すごいね。この金のペンギンさ、分かりやすいような、スキンがね。よし、2人でクリアしましょうか。階段パターンじゃなかったらカットします。さあブロックパーティーラストですね、上登れましたんで、もうそのまま走っていきたいと思います。さあなんかスーパーマンも登ってきたね。おら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 、上走りじゃない、いいですね、駆け抜けてクリアですね、ありがとうございます。動くスポットライティング、はい、ピンポンピンポーン。動くスポットライトですね、何名受かるんでしょうか。スタート11名、結構厳しめやね。これで決勝進出まであるな、もしくは得意のパイプドリームっていう可能性もありますけどね。こっち来い、来ない、こっち来るか、来た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 。さあしっかりと真ん中狙って、どこ行くやろ、まだ帰ってくるかな、帰ってこい、帰ってきたな。今回結構あれ帰ってくるパターンやから、普通におったらいいわ、多分もう一回帰ってくるやろこれ。帰ってこい、帰ってきた帰ってきた、やっぱりそのパターンや。そして上行きすぎたら判定もらえないので注意しつつ、こっから引っ越しやね、引っ越し、上に引っ越して、で俺らも上がりと、オッケー。ハイパードライブヒーローですね、はい、ドレミファソファミレド。さあいつの間にか天正殿がねいなくなってますね。スタートー、さあ11名のクオリティヒーロー者ね、天正殿多分感染してくれてると思うからね。ほら目位置ついてるやろ、右上に、あれ天正殿ですね、おそらく。あの方いつも俺とマッチングしたら見てくれるんですよね、ほい。だから俺の優勝をね見せてあげたいと思います、天正殿に。ほい、前出て、さあここで優勝してもいいよね、もう生つまみでね。おっしゃい、跳ねのけられるわけろ。なんか今回もう全然ロレツ回ってないよな俺。紙っ紙でもぐちゃぐちゃやけどね。さあ行きましょう、はい、上下行きます、 B パーシュの役、そしてまりましたね。さあ行きましょうか、 B パーシュから、あそこで生つまみで仕掛けていってっていう形取ろうかな。でも決勝進出絶対したいからな、無理に掴まなくてもいいかもしれんけどね。ハラスさんですね、強そう。あ、でもエンターテイナー出てんな結構、ほいってなってくると、かなりもう掴んでもいいかもしれんね。エンターテイナー出てるから、ここで優勝狙おうか。何名、2、4、6名ぐらい、6名ぐらいつまみ出せば勝ちやなこれ。危ない、これ無理したらあかんな、ここ行こうか、オッケー、一発カラス頑張れ、羽を切ろ、スーパーマン狙います、よしやり合い、スーパーマンどうだ、ふっ、いや耐えてきてんなこれ。一旦安全地帯取ろうか、安全地帯取って、残り4名、早め仕掛けはブロックしますよ、早め仕掛け行かないか、ほんならここ斜め走りでいくわ、斜め走り、うわー行かれたか。ってなってくると、もうインコース切り込んで早め登りで行こうか、早め登り。さあスーパーマン向こうおるな、この4名はさすがに受かりそうやね。ここで優勝は厳しいか、フライングブロック、あ、誰もフライングいかへんわ、ちゃんと安定取ってくるもんな、掴まれたらあかんってことで、ふっ、あ、スーパーマンそこおるな、ちょっと待ってくれとったな。そしてこのまま上がっていって、みんないけそうやな、一応優勝狙ってつまみますか、黒豆狙います、あ、行かれる、あれは無理や、あ、みんな行くな、これ無理や、ここまでや、もうもういい、もういい、もういい、別にあの4人でも3人でもいいや、一緒一緒、決勝で勝てばいいから、オッケー、来た、よーし、まあ、結構絞ったからいい感じちゃう。
クラーケンスラムですね。4名でのクラーケン。もう全員相撲でいいよな、これ。初手相撲でいきましょう。4人クラーケン。スタート!いけ!危ない!うわ!逆に仕掛けられたか!押し合いなるかどうか。ふっ!よいしょ!おっしゃ!オッケー!まず1人。次狙います。どっちから行こうかな。あいつ、まあ、あいつは最後にして、この人狙おうか。いけ!さあ、抵抗してくるか?よいしょ!逃げようとしたところがチャンスやからね。フィジカル強い、この人。うわ、この人結構強いぞ。ガチモンや。ふっ。どうする?あかんか。でも逃がさへんで。いけ!あかん。この人相撲強い。逃げていくかな?逃げていきもせえへんのか。うわー、足上がったぞ。足上がったぞ。早行け、早行け。早行かんと。早く移動してよ。ここで行く。よし。オッケーオッケー、間に合った。あぶねー。さあ、なんとか逃げ込んで。じゃあ、この人から先やるか。ふっ。いや、落ちない。やばい。てか、お手で来てる。あぶねー、今の捕まえたら終わってたな。こっち来たところがチャンスか。うわ、荒らしてきおるな。次のお手手がこっち行こうか。もう逃げよう。逃げます、逃げます。逃げてやり合わへんかな。やり合わないでいく。それどころか、やばい、手手がいっぱい出てる。お手手出すぎや。ふっ。こうやったらもう全嵐でいくわ。全嵐。ふっ。嵐込みから生つまみだ。何。ふっ。いやー、これまずい。やり合ったら負ける。早く早く決着つけないと。早く。もうどっか行くなら行ってよ。行かへんのかい。ふっ。もう力ずくで行くしかない。ゴリ押しや。おら、あ、手出たぞ。ほい、よし、かわした。で、あとはいつやな。向こう側までなんとか引っ越さないと。その前に安全地帯を見つけるんだ。安全地帯、青やな。青が安全地帯。青に向かいます。ふっ。やばい、逃げられる。しまった。しっかりと軌道修正からもうワンパン耐えます。きた、チャンス。うわ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 、もうなー、逃がへん。タテメントじゃん。リングシュートですね。ポイントを稼ごう。さあ、天翔殿の姿は見えませんが、逆サイドにおるかもしれませんね。スタート。さあ、25名のね、クオリティフィールド行こうか。さあ、まずは振られながらと。体幹で負けますからね、これ。フィジカルで。下ルートから一気に加速が来た。ゴー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 。さあ、スポンジボブの方当たってますね、また。で、上階からこの1点を取りつつ、ここの加速版。今ので加速判定もらえへん。結構シビアやね、加速判定。そのまま下っていきましょう。スイーっていけるのがいいよな、これな。気持ちええわ。よし。上空から。で、これでヘッドしていけば OK と。入ってからヘッドして。そのウォータースライダーでね、現実世界のウォータースライダーとかやったらね、こんな滑り方したら怒られてしまうのでね。よいしょ。ホールガイズでしかできませんよ、この滑り方っていうのは。ほい、やばい、いけ。これは OK、 加速判定もらいましたね。ほい、ヤッフー。さあ、前の方、スピード勝負。ボーリングさんですね。頭が重たいか、ボーリングさん。さすがに28点取って、あと少し。もう一周やね。ゴー。あ、なんか逆走してる。なんじゃあいつ。遊んでるやろ。で、これで33点なんで、次のゴールデンリング狙いに行きます。加速。いやー、加速判定もらえないですが、ここで空中です。 OK、 これでフィールド。さあ、アラジンの方当たってますね、これ。右後ろの方、あの方めっちゃ上手い人や。スタートー、行きましょう。これはなかなか優勝厳しいな。アラジンか俺が勝つかっていう二択になりますからね。ふっ。一気に半分ぐらいまで行ったが、オレンジジュースに跳ねのけられていく。オレンジとリンゴが飛び交ってますからね。オレンジ、リンゴ限定戦かな。それしか出てないよな。あ、スイカ出ましたね、言ってたら。アマングアス、ブドウ。緑の方が早いな。あの方まさか優勝候補なのかもしれませんね。足が速いもんな。ほら、ポングルさん、足速かった。これは誰かつか分かりませんよ。あー、皆さん、この方覚えてますかね。このスキンの方、あの、前サムネにした人や、これ、ほら。この青い髪の毛の方。あの、ジャンプショーダウンで、つまみ出して友達じゃなくなったっていうね。あの、助けてください、嫌われましたっていうタイトルの動画出したと思うんですけど、その方やわ。思い出してみてください、皆さん。この方を、ほら、この青い方、嫌われましたっていうタイトルの動画のサムネと同じ方でしょ。多分これあの方や。俺嫌われてるかもしれへん。
まりましたね。さあ行きましょうか。今回天使ほどおらへんもんね。あの方はどうなんやろな。俺のこと覚えてるかな、まあ、違う人かもしれませんけど、このスキンってほらやっぱりちょっと友達に、おーい覚えてるか俺のこと前あの完全に嫌われた人ですからね。ほい、せーの、ほい、いいよ。でこれ今何人ぐらいおる。10名ぐらいか。これ絞り込みきついな。いいわ、絞り込まずに。おっしゃ、ナイス、ひどい、いいですよ。あ、これいいんじゃない。俺も仕掛けたろうかな。やりやいやりやい、あんまり入れなさそうやな。よし、走り込んで安全したいと。まあ決勝で決めるか。でもクラーケンがね、俺マジ勝たれへんからな。クラーケンスラムがね、まあ、相手が強いだけやねんけどね、なかなか持ってけないからな。お、いい考えやね。いいと思いますよ。そしてこことかもこうやって切っていけるから豪快に。よし、誰か一人感染してくれてるね。あ、向こうなんかまだ争ってるぞ。間に合わないぞ。おお、お前ら、お前ら手伸ばしたるわ。こっちや。そう、あー、あかん、キャッチできなかった。うっそー、助けることができませんでした。あのお二方ごめんね。てなわけで残ったのがあと何人ぐらい。もうあとちょっとしか残ってないね。向こうでやり合ったんや、結構。さあ、あの前友達じゃなくなった方いますね。あの方は残ってるみたい。よし、あとはもう安定でゴールすれば OK なんでね。ほい、ここでゆっくりいきます。はい、これでいくと決勝戦ローログですね。あー、ピンポンピンポーン。さあ4人でのロールオフですね。さあこれ買って終わります。いきましょうか。ロールオフやったら大丈夫ですね。クラーケンほんまね、あの強い人なかなかほんま粘ってくるから勝たれへんのな。ロールオフやったら大丈夫ね。この方は手振ってちょっと仲直り目指しますが、さすがに無視されてるわ。やっぱり嫌われてんねや。前俺がジャンプショーダウンで手振り合ってたどうか忘れたけど、つまみ落としたね。この方さすがにもう無視やと思いますわ。おーい、これ無視や、嫌われてる。やっぱり一度掴んだら覚えてんねんな。厳しい世界やほんま。生つまみじゃ、ほら、もうそうやったらもう全員つまみ落とすよ。メカゴジラくん落ちてもらおうか。君にはもうこの3人は終わり。相手が悪かったな。心を鬼にして、あなた最後のチャンスだ。ここで手を振ったらまだ許してやろう。君、あ、最後のチャンス終わりましたね。君はもうつまみ出しの刑だよ。あ、やべ、俺がつまみ出される、これ。やばいやばいやばい。ふっ、オッケー、あぶねー。そこの大穴きついな。ふっ、あの大穴ほんま注意せんとあかんね。ゴジラ粘るな。まずい、パターン覚えな、負けるなこれ。相手が普通に強いわ。よし、パターン覚えます。この長いとこから覚えていきましょう。まずジャンプが1回2回できると。まあでもしてもあんま意味ないんか。でここが大穴やね。ここ大穴注意。生つまみ、よし、これでかなり熱かかった。ほら、ゴジラ落ちたやろ。落ちない、ゴジラ粘ったか。いけ、どうしよう。でこっからまたパターンやね。これだから青の方がいいのよな。青折ったらいいわ。青の前張りで掴み警戒しつつ、でこのまま折り返して、この辺、この辺が大穴やってね。そう、ここが大穴。大穴しっかり過ごして、やり過ごしてからターンやね。ターンからジャンプできるか。ジャンプできるな。できるけどちょっと危ないんで。生つまみ、よし決まった。今のフェイントはいいですね。フェイントというかまあ不意打ちですよね。でかいでかい。今のはねピョコッとあったらいいから。これちょっと危ない。折り返し、ここ大穴、大穴をしっかりとやり過ごしてから渡っていきましょう。はい、渡って、これジャンプできるけど危ない。ふっ、かわしていく。あいついけんのか、よくこらえたな。せーので、ジャンプでこらえていく。うまいな、この方々うまい。で青いきましょう。青で一旦前取って、ここ掴み警戒やからゆっくり。いや、これまずいか。ここ大穴やぞ。ふっ、そうやね。ここ大穴やから今の言ってたら終わってたわ。危な、今よう帰ってきたな。ふっ、これ危ない。よし、落ちろ。オッケー、でかい、いいよ。で、ジャンプで渡って、もう一回ジャンプやったな。もう一回ジャンプ、オッケー。で、最後ここいいよ。さあ、いつも一騎打ちだったか。結局うまいね。あのスキンだって珍しいもんな、普通に。で、ここ大穴ですよ。で、大穴やり過ごして渡って、渡る、で渡ると、まあ、パターン覚えてるわこの人。ふっふっ、よし戻した。よーし、でもうまいわこの人、やばい。
すごい戦いや。最終決戦、一回ジャンプ、ここはこっちに入らないんだ、大穴だから危ない。うわうめえな、すべて見切ってやがるあいつ。ふっ、でここジャンプやな、ジャンプジャンプ、ここここ、いやうまい、あかん、あいつがうまくて決着がつかへん。これ次厳しいよな、次ここの裏に入りたい。よし入れた、入れたらまだチャンスあるわ。ここでよしで、ジャンプ&ヘッド、危ない、おっしゃー、振られてきましたね、よかった。いやーあいつはやっぱ強いやつやったんや。ということでご視聴ありがとうございました。